マルグリット・ド・ブルゴーニュは、ブルゴーニュ公、フィリップ・ル・アルディとその妻のフランドル・ジョ博・マルグリット三世の間の長女で、バイエルン公・ビルヘルム二世の妻、ブルゴーニュ公爵夫妻の第三次、長女として生まれた。兄のジャンサン・プールは、ブルゴーニュ公、ジテイ・アントワーヌは、ブラバント公、マッテイ・フィリップは、ヌベール博及びル・テル博である。妹・カトリーヌは、オーストリア公。 レオポルト4世の妻、別の妹マリーは、サボヤ・ハク・アメデオ8世の妻となった。1385年4月12日に、カンブレーにおいて、バイエルン・シュトラウビンク公、アルブレヒト1世の長男ビルヘルムと結婚した。ビルヘルムは、エノー・ホラント・ゼーランとの3つの伯爵領の、相続者であった。マルグリッドの兄ジャン・サンプールとビルヘルムの姉。 マルガレーテも一緒に結婚式を挙げた。このカンブレー二重結婚は、後に、ブルゴーニュ公爵家が、エノー、ホラント、ゼーラントの三伯爵領を治療に組み込むための布石となった。マルグリットは、夫、ビルヘルムの両国経営に深く関与した。ビルヘルムは、ホラント伯領で暮らすのを好んで、エノーには滅多に姿を現さなかったため、妻であるマルグリットが、 エノうを白梁の摂政を務めていた。公爵夫妻は結婚後16年目に、一人娘ジャクリーヌに恵まれた。1410年以降、マルグリットの政治的地位はより高まり、いくつかの都市や城が彼女の資料となった。1417年の夫の死後も、娘ジャクリーヌが相続した三白爵領で一定の政治的役割を果たした。隠居所として、ルケノワの城に住むのを好み、 1441年にこの城で没した。ありがとうございます。